めっちゃ広くない？めっちゃ広い。めっちゃ広くない？うわぁ、超広いんですけど。激烈に広いんですけど。はい、こんにちは。ゆるたびぐるたびです。こんにちは。マルクヤドまで来ました。Airbnb で予約をしたオーシャンリゾートマイナンサーっていうコンドミニアムだけど、写真で見る限りめっちゃ良さそうなところだったので、よし、見ていこう。自動で使うの？めっちゃ綺麗くない？めっちゃ綺麗くない？とりあえずこの手前から、うん、行こう。なんか、まずは、どうですかね、うん、いや、まず最初のポイントなんだけど、ヤビアンビーで同じ時に洗濯機がついてること。そう。あとここにガス乾燥が入るから毎日洗濯できるわけ。連泊する人とかは絶対にホテルなんかでもおすすめだよ。うん、荷物が少なくて済むんですね。ゆるぐる、広い。これは疲れる、間違えました。こんなもんよ。すごい広いよ。足が短いから伸ばせる。そう、完全に伸ばせる。追い抱きできるのは、追い抱きはないのか。ない。シャンプーはマジない。こんな感じ。洗面台もホテルみたいだよ。あ、そう、え、何？何入ってんの？何も入ってない。え、タオルとかもね。ソロってプライヤーと洗剤あるから持ってこなくてもここで洗剤ちゃんとできる。体重計もあるね。乗りたくない。ゆるぐる、自動で開いたんだよ。自動で開くとより超綺麗、超綺麗。うちらね、トイレ、トイレ重要だから。いや、トイレは最重要でしょう。宿を選ぶときにね、一番見るポイントだよね。ウォシュレットがついてて綺麗で、このトイレ超綺麗。ウォシュレットもほら、なんかいろいろいっぱいついてるやつ。ソフトがついてる。お尻ソフト。あとワイドビデオもついてる。さあ、メインルーム。うわぁ、超広いんですけど。広いんですけど。やば。え、やばい、これは。うわ、住みたいレベルじゃん、こんな。すごい広い。うわ、ダイニングもある。やばい。うわ、超広いね。広い。何これ。ベッドでしょ。ベッドで寝れるよ、普通に。これやばいね、このソファ。手足短家族でもこんなに余っちゃう。超いいね、これ。ここでテレビを観察。いや、サッカー見れるね。ゆるぐる。めちゃくちゃでかくないし。超でかい。わかる。わかるかな、これ。このでかさ。だいたいこんくらいだから。そうね、大体こんくらいだから。この横長シンク 1.5 倍からやるし、見慣れないものがある。冷蔵庫、いや書いてあるね、もうもはや。もう書いてあったね。アイスメーカー。うわ、氷めっちゃ入ってる。こんなことある？ついてるとこ見たことないけど。確かホテルでもないよ。まあ暑い沖縄だからね。これ酒飲むとかも最高だよ。そうだ、ガスコンロ3つある。素晴らしい。お湯沸かすやつ、ケトル。ケトル。そう、うん、電子レンジ、トースターと、トースターまで、冷蔵庫。なんかいろいろ入ってる。すげえ、バター。え、これ全部備え付けなの？みたいだね。醤油もあんじゃん。チリソース。ビネガー。そこ。ソースもね、とにかくソース。油もある。そのこっちは何？これ。あ、シャワーに変わるの。包丁。包丁も一本あるね。フライパンと鍋。タモ。もっと食洗機あんだけど。うわ、やば。楽ができるという。カトラリーのね、ちゃんと。うん。
何これでここに氷入れて、あーアイスバケツだ。そう、お酒冷やすやつ。それはこんなもんか。コーヒー湯もついてる。揃ってるね、氷とね。これね、鍋使って。キッチンペーパーとホイルとラップ。何でもあるの？キッチン用品。うわ。うわ、シャンティー、ワイングラス。ゆるぐる。ベッド。寝室ですね。空気清浄機あるよ、大好き。お、本当だ、最高じゃん。俺あっちじゃん。じゃあ空気がいいもんね、もはや。もういいね、涼しいこの部屋だ。つけてくれてんだね、エアコン。そうだね、エアコンももちろん寝室についてくれて。広い、広い、広い、ウォークインじゃん、ウォークイン。嘘つき。Wi-Fi もあるね。ちなみに禁煙でございます。さっき通り過ぎたけど、この鏡開けるとちゃんとスリッパ。本当だ。嬉しいよね。地味に嬉しいよ。ゆるぐる。いろいろあるよ。クーラーボックスと。クーラーボックスか。あのシート。もうビーチ行けんだこれでも。そう、これのシートが。椅子が 2脚。結構じゃん、ビーチで椅子持っていけると。あと折りたたみのこのちっちゃい椅子。本当だ、こういう付属品があるのもね、コンドミニアムの良さで。ホテルにはないもんね、こんな。なかなかないよね。このダイニングで優雅なお食事が食べられる。料理すればね、シェフがいる。ゆるぐる。これエアコン2台ある。嘘、本当だ。リビングに1台、ダイニングに1台で、寝室にもあったもんね、うん、そしてさ、このこれあるじゃん。あ、これついてるともうリゾート感すごいわ。いいとこにしかないやつ。そう、ちょっと眺めは暗いんで、朝撮ろうかな。はい、朝のお楽しみ。楽しみ朝です。では外を開けてみましょう。おー、オーシャンビュー。オーシャンビュー、いいね。こんな感じ。目の前がサトウキビ畑で、僕には海が見える。ここ2階だからさ、高さがあんまないじゃん。うん、だからこうめっちゃ海って感じではないけど。そう、でも沖縄らしいっちゃらしいんじゃない、うん、この感じ。ゆるぐる。はい、ということで今回私たちが4泊5日泊まるお部屋を紹介してきたんですけれども、いかがだったでしょうか。めっちゃ広くない？めっちゃ広い。めっちゃ綺麗くない？最高だった。もはや最高だった。最高だった。まだ泊まってないけど最高だった、ね、住みたいぐらいだったね。めちゃめちゃ広かったでしょ。で、うちらはいつも、まあ、ここも今見てもらったところもエアビー&B で予約したんですけど、うちらは基本旅行行くときはエアビーで宿を取るようにしてて、なんでかっていうと、一つはホテルより広いから。大体はね、うん、大体ホテルより広いで、大体ホテルより安い。この広さで安いで、もう一つは特典がついてる。特典、うん、何でしょう特典。まあアメニティもそうだし、まあ、ホテルもアメニティついてると思うんだけど、特に、まあ、マリンスポーツやるときにビーチタオルとか、まあその椅子とかね、さっき見てもらったんですとかもついてるところもあるし、で他にもカヌーとかシュノーケリングとかできるとかもあったりするね。そう、なんか宿に全部もう物があるから自由に使ってくれみたいなところもあったの、うん、そこにするか迷ったんだけど。そう、迷ったけどね、うん、この特典があるのがかなりそうだね。まあ数少ないけどね、うん、あるところは数少ないんだけど、なんかいろいろ探していくと面白いし、なかなかねホテルでそういうところはないなさそうだよ ね。車ついてるところもあったよね。車付きある、なんかね、とかいろいろあるんで探してみるのも、うん、この特典面白いと思います。で、まあ安っやと。ここいくらだっけ。4泊5日で5万3000円くらい、うん、1泊1万3000円ぐらいで泊まれる、うん、この広さでね、うん、
2人で1万3000、うん、なんで普通のホテル高いのなので、うん、この広さはないし、ないね、ないこの広さはない。まあ高いところにあったりね、うん、眺めは良かったりするけど、こんなに広いところだとちょっとやっぱめっちゃ高くなると思った。そうそうそう、ただいここは1泊1万3000円だから、まあ、そのくらいだね。アビーはあの、まあ、すごい高いところもあるけど、うん、結構この価格帯でいろいろ探せるところはある、うん、だからヘアビーを選ぶ理由です。あとやっぱ自由に過ごせるっていうのはいいよね。ああそうですね、ご飯、うん、ご飯ついてないから、うん、旅行に行って楽をしたい、なんかもう普段やってること何もしたくないみたいな人はやっぱホテルもいいと思うんだけど、うん、そうだね、食事がついてるから、うん、このエアビーだと食事がついてない素泊まり状態になるから、ご飯は自分で作るか外に食べるかになるね。まあでも連泊してるとさ挟んでくるじゃん。そうねそうすると、ね、現地のスーパーとかで現地の食材買ってきて、うん、食べたりしてっていうのもやっぱ安上がりだし、うん、楽しいと思うし。そうね、やっぱ自由度、旅行の自由度が上がると思うんだよね、うんうん、そうだね、うん、地元のスーパーとか行ってね、そう食材を買う、もうだからここに住んでるって感じ、うん、そうだね、旅行に来たっていうよりかはもうここに住んでますって感じを味わえる、味わえるね、うん、だからまあ素泊まりが好きな人は超おすすめ、うん、ホテルの食事いらないみたいな人はおすすめですね。でもしあの Airbnb 興味あるなって思った方は下の説明欄のところに初回の割引ができるようなコードを貼っておくので、うん、それを使うとなんか何パーセントか多分安くなる、ない、いくらか安くなるみたいなのが あるから、超いいじゃんらしいんで、うん、まあ興味ある方はぜひ安くなるんで Airbnb 使ってみてください。で今日泊まったところの URL も概要欄に貼っとくんでちょっとチェックしてください。はい、エアビー&ビーで撮ったこの部屋めっちゃいいじゃんって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。タイちゃん足短いじゃんって思ってくれた方はチャンネル登録もちろん高評価よろしくお願いします。お願いします。じゃあバイバーイ。